01、あ、ジュリケファイル022。だんだん数多くなると分からなくなってくるんだよ、これ、ね、いくつだったかなと思って21の次はあって、鍋が美味しい季節です。ズバリお二人は鍋奉行でしょうか。具を入れる順番から仕上げの雑炊の作り方まで、いちいちが気になって仕方がない、口出しをせずにはいられないという鍋奉行と同席する鍋パーティーにもしお呼ばれしたらどうしますか。好きな鍋のナンバーワンは何でしょうか、教えてください。はあ、好きな鍋ね、なんだろうな、キムチ鍋とか石狩鍋とか。キムチ鍋ね、そういうのは鍋のうちじゃないね。鍋って、うん、ちゃんこ鍋。ちゃんこ鍋もあれ自分じゃ作れないからでもな、一箇所うまいなってとこあるんだけど、ちゃんこ鍋、かき鍋、やっぱフグかな。フグいきますかね。てっちり、てっちり、これからはまあそうですよね、すっぽん鍋ですね。すっぽん、すっぽん、すっぽんもそれは自ら炊くやつ。いやもうちゃんと作ってあるの持ってくるんですけどね。あ、グツ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 、あの全土っていうやつ、何全土ってドドドドドドドって、あれは好きですね。あれすっぽんってものすごくエネルギーが、ギトギトになりませんかね、額のあたり、朝ね、朝顔がなんかつるんで、つるんつるんでしょ。すっぽん食べるとそんなになるんですか。なる。それもそれでグッ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 って高温で煮たやつがそうなるんだよ。食べたことないですよ。多分それ醤油味だけですよね、多分ですね。あと生姜ちょっと入ってるぐらいですね、匂い消しに。でスープなんかね、日本酒とこう割って飲む。ザサーン、それが志村さんの顔がクシュー、高いんだこれが。あ、京都で有名な大地って、あそこのスープはすごいですね。時々煮詰まって辛いけどね。あ、ミネラルウォーター持って歩いてる。薄めたいんだけど。朝だって鍋と雑炊しかないですもんね。そう、スープと雑炊しかないです。そこの店はね。高いのよ。どれぐらい？もう7時でラストオーダーかな。夜の7時で？でよくね、部屋いっぱいあってね。舞妓さんとか連れてきてる人言ったりするね。うわ、いや、カナンはこんなスポンなんか食べられん、こんな頭怖いとか言うて、声聞こえるのよ。あれでも店の風情はすごいですよね、もう何百年やってんじゃないですか、そこは、多分。あ、そうなんですか。前にやっとね、そうそう、初めて NHK 入ったとか言って、その土鍋を作るのがすごいんだよね、なんか銅線入ったりとかして、すごいんだよ。すっぽんと、あと具って何が入ってるの。すっぽんだけは入ってるんですか。そこの第一はね、それをひたすら、それを身を食べ終わったらおかわりしてもいいんだけど、お金取られるよ。それで、でスープに、あとはスープもよろしいですかって言われたら持って行かれて、雑炊ができてくるわけで、それだけしかない。それとほぼ同じなんですけど、あれ朝までにあるんですよね。そこまたうまいですね、しっぽり。あのやっぱり個室でしっぽり行くのがいいんですね。すっぽんは個室ですね。ですね、すっぽんは個室、個室、差し向かいっていう、差し向かいね、ではここで一曲お送りしましょう。竹内まりやさんで元気を出して。ジュリケン、今週もお別れの時間となりました。今月のエンディング曲はリサローブの Someone You Should Know でお送りしています。やっぱり鍋は元気になるんですか、すっぽん鍋は。なりますよ、そりゃ。おじいやがうまいね、鍋は。雑炊がね、おいしい。僕フグの雑炊も好きだけど、どっちかって言ったらあのすっぽん雑炊の方が好きですね。すっぽん忘れてました。味が濃いの。すっぽん雑炊はうまい。だから缶詰買ってきて作っても違うわね。あんまり入ってないんじゃないですか、ね、スープはね。そうなのよ、やっぱり一斉で食べないとダメですね。ね、ジュリケンお聞きの皆様からのお便りお待ちしています。宛先は今お聞きの放送局、または郵便番号 160-8000 に文化放送ジュリケンご意見受付係までお待ちしています。あ、なんか今2人で相談し合っているのは締めの一言決めましたか。そう言いましょう、決めないと。もう決めて、なんかこそこそやってるなと思ってたんだよな。ではもうここはお任せして、では締めの一言をどうぞ。すっぽん。また来週です。Stand up one day, you might open up your eyes.